さあここでですね、畔蒜さんがツイートしてるんだけども、はい、まあ、高市さんに釘を刺した真犯人ということなんですけど、どういうことでしょうか。はい、中国という言葉を出すな、高市早苗大臣が岸田首相との会話を暴露、よく言った、ぶっちゃけすぎと賛否渦巻くという記事を紹介し、高市さんに確かめたら、これは岸田首相ではなく官僚に言われた言葉でした。なんと、中国という言葉を出すな、高市早苗大臣が岸田首相との会話を暴露、よく言った、これですね、はい、ああそうなんですね。だけど番組の中では、首相に、その大臣に任命されて初めて首相に会った時に、うん、こう言われたというように聞こえたんだけど、なんかねそう聞こえませんでした。だってね、長尾先生、あの時の高市さんの発言からすると、はい、どう考えても首相に言われたように聞こえたんですけど、まあ、決してそうではなかったと思うんですよね。言われるなら多分首相から言われるしか考えられないだろうっていう、そういう、まあ、議論の盛り上がり方だったんですよね。でところがこれが官僚が言ったってことであると、事態はさらに深刻化しているという理解をした方がいいと思いますよ。普通ね、言いませんよ、もうそんなことは、ええ、いや官僚がだって大臣にそんなこと言えますかね。どうですか、元官僚として口が裂けても言うな。そういうセリフは言わないと思いますけど、ええ、大臣、この場では、この状況ではあまり国名を出すのはいかがなものかと思われますので、十分ご留意くださいぐらいは言うと思います。まあ、それぐらいは言うかもしれないけど、あの感じかとな、口が裂けても言うなとかそれは役には言いづらいですよね。それは言わないですよね、うん、これだからいや、僕が言いたいのは、その中国っていう言葉を言ったのか言わなかったのかって話ですよね。まあ、という言葉を出すなと、それから、セキュリティ、高市さんは中国という言葉をだ言われたっていうことを言ってるわけでね、あとセキュリティクリアランス法案を、ね、出すなって口が裂けても言うなとかね、総理からですよね。それは総理からってことだったんですよね。でこれ普通は総理しか言わないでしょ、そういうことは。官僚は言えないでしょう、うん、これもしかして高市君とか言って、僕が言ったってことにしないで官僚が言ったってことにしてくれないかなとかって言われたのかな。官僚自体はもっとひどいですよ。官僚って言っても官邸からのメッセンジャーが言ったらだったらそうなりますけど、総理からですけどって言って、それはあるかもしれないです、まあ、それはあるかもしれないですけど、はい、まあ、しかし、いずれにしても本質、問題の本質はあまり変わらないかなって気がする。そうですね、はい、実際官僚が、まあ、万が一こういうこと言ったら、それはそれでまた極めて深刻な事態ですし、はい、はい、ちょっとこれはねどうなのかなと、はい、さあ次なんですが、これ自民党内の保守派の皆さんどうしてんのかなと、最近かなりおとなしの構えだなという気がしてたんですが、保守団結の会が、ちょっとこう言うべきことを言ったんですね。これお願いします。はい、保守団結の会で中ロ北三正面の脅威訴え、高市氏ですね、自民党の有志グループ保守団結の会は8日党本部で会合を開き、中国ロシア北朝鮮による三正面に対する外交防衛情報力の根本的な強化を求める決議文の大枠を固めた。中国ロシア北朝鮮の三正面を脅威とすることや反撃能力を明確に位置づけるよう求める。防衛予算については防衛省が見積もった経費約48億円を5年以内に達成することや海上保安庁の予算などを含まないよう主張する。サイバー攻撃への対処や情報収集力強化なども盛り込む。まあ、これ48兆円になってますよね、うん、48兆円ってね、50兆超えてないとおかしいですよね。そうだから、さっき僕言ったのここのとこなんですよ、うん、なんで48兆円に収めちゃうの、うん、だから保守団結の会においてはですね、もう11兆かける5年だろうと、55兆からそこから発射台だろうと、うん、こうでね、まあ、ちょっと言うたら悪いんですけど、最近ね保守の会合って出席率すごく良くないんですよ。私もね、昨日はちょっと出れなかった、まあ、要は出席してない自分が言うのも良くないんですけど、もうね前々回なんかでもその前も本当こうってな感じのその出席の人数でして、それは何でだと思います、長尾さん。
え？なんでそんな出席率低くなってると思います？あのね、多分一番考えられるのは、その時間帯に他の重要な会議を党本部がスケジュールとして当ててくるとか。ああ、よくある話、よくある話です。意識的にですね。そうそうそう。ただ17時30分から始まった会議だったんで、それはちょっと考えづらいなと。まあそうするとどうなんだろう、ちょっと自民党の中の保守層の意識がちょっと低下してきてるのかなっていう、ちょっと嫌なことも考えてしまったりするんですよね。いやこれはね、これまあ三正面の脅威、まあ三正面にしてはそもそも本当はいけないんですけど、まあでもそうなっちゃうということで、ちょっとこれやっぱり懸念ですね、非常にね。党内のその保守派の声が弱まっていて、最初からこういう言ってくれたのはいいけど、そこでもすでに引いてるんじゃね。48兆円発射台ですからね。ここから、そう、発射台ですよ。下げられるってことですから、ちょっとこれでも高市さんの会ですよね、保守団結の会ってね。いや高市さんの会ではないですよ。たまたま高市さんが顧問に就任されているんで、はいはい、まあ代表は高取修一さんと木内稔さんと、あと赤池正明さんの3人が、はいはいはい、3人の共同代表でっていう形になってるんで、ね、はい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 、安倍さんも顧問になったんですよね。そうです、はい、だからまあ言うたら悪いけど、安倍さんが、ね、出席するとね、みんな出席するんだけど、いないとまた出席率がそれにね、連動するんですよ、本当に。いやそれでも本当これは現実ですよ、正直。中川翔一さんがですね、かつて、はい、日本も核武装を真剣に議論すべきだと言ったら、日頃そうだと言ってた人も含めてね、自民党議員みんな逃げたと、というふうに伊藤寛さんにこぼしていたという話は聞きましたけどね。なんか今自民党の中にこの人間力のある政治家っていないですよね、安倍さんが抜けたのが多かったんでしょうけどですね、本当に停滞ですよ。まあだから、まんまとそうなってるわけですよ、そう、まんまとそうなってる、はい、だから山下先生が朝鮮半島の件とかですね、ご説明下さった時に、戦術戦略的合理性とその兆候ということをお話になってましたけども、戦略的合理性ってまさにあるわけなんですよ、はっきり言って、はい、ではもう一つあるのかな。そうですね、はいはいはい、防衛費の財源、当面は国債発行で、自民の保守団結の会が提言、朝日新聞の11月8日の記事です。自民党の保守系議員で作る保守団結の会は8日、防衛力の抜本的な強化のための決議案をまとめた。防衛費の増額のための財源について、当面の間は国債発行で確保し、景気回復後に増税などについて議論するとした。決議案は一部修正し、近く政府に提出するという、はい、もう為替でも結構儲かってますからね、それもお金出してもらって、あと5兆円ぐらいの予備費がありますから、それもありますからね、当面の施策としてはあると思うんですよね、ここは傾斜投入しなきゃいけない局面ですよね、はい、だから例えば55兆円っていうのは大体パイが決まって、それをどうやって捻出するかっていうのをやるんだったら、有識者会議ですよね、はいはいはい、経済の先生がずらーっと並んでるわけですから、そこをどうやって出せばいいかっていうのを国民の皆様に周知していただくために議論してくださいってことは分かりますけど、それを戦車とか装甲車とかサイバーとかはやらないでしょうね、だからその方針というものが、その増額するところを決めてるんですから、ね、でその方針に沿って話し合わなきゃいけないし、で十分な財源を確保するという前提で話し合わなきゃいけないわけですから、真水で、はい、でそこはだから政治のリーダーシップはなきゃいけないわけですよ。政治が官邸の方で、今回財務省ということですけども、本来その政治有識者会議、やんなくてもいい、やるんだったらその人選というものを責任持ってやらなきゃいけない、その方針人選持っていく方というのは全部、これは官庁じゃなくて政治が
責任持たなきゃいけないところです。ここが抜けるんですよいつも。でいや財務省、はい、山岡さんね、はい、あの今その人選っていうのは政治っていうか行政の側、まあ、行政をやってるのも政治家なんです、まあ、これ実質イコールなんですけども、はいはい、なかなかあの政党の側からあの文句は言えてもその人選に関わるってことはなかなかあのできないんですよね、うん、だけれども党の役員クラスになれば当然その同僚が議員という立場、行政の責任者という立場で官邸にいるわけですから、その辺の町長発信が全然できていないっていうことがその結果に表れちゃってるっていうことです。そうですね、まあ、あとちらっと山下さんおっしゃったように、あごめんなさいね、あのいわゆる円安でね、もう相当外為特会にね、もうザクザクにお金貯まってるんでね、そういうことをね、とにかく財源にこの瞬間、捻出したらどうだってい こう激しい議論がね、なんで出てこないのかなって、まあ、ある議員に聞いたらね、いやそれはあの国民民主党の玉木雄一郎が一回、質疑しちゃってるからなかなかそれに合わせる議論はできないのに、それはおかしいだろうって言ったら、玉木雄一郎がいい意見言ってるんだったら党内でも同じ議論をやったらいいじゃないかっていう、ちょっとそういうやり取りがちょっとありました、うん、はい。まあ、先ほどご説明ご紹介しましたこの月刊ウィル12月号での加藤光子さんとこの、まあ、木村誠二副長官の、会話を見てると、つまり完全に政治サイド、官邸サイドの、まあ、木原さんがですね、こういう有識者会議の在り方を、まあ、認めて肯定してるわけですよ。だからあの先生おっしゃるように、自民党の方から干渉するのはそれはあの簡単じゃないというのはよくわかることですが、まあ、問題では官邸がどれだけきちんとリードするかということですので、これを見た限りでは官邸そのものがああいった有識者会議のあり方をまあ認め肯定しているということですね。はい、はい、そこに大きな問題があると私は、ね、はい、はい、思います。さあちょっと残った時間でですね、これまだちょっと現時点で、まあ、分からない、見守らなきゃいけない状況なんですが、この世界を左右する、アメリカの中間選挙ということなんですよね。はい、これ今現状はどうなってるだろうか、これ今1時50分現在11月9日なんですよね。ちょっと読んでいただけますか。はい、はい、上院民主党46議席共和党46議席、完全に拮抗してますね。アメリカの政治の行方を左右する中間選挙は各地で開票が進み、連邦議会の上院では100議席のうちこれまでに与党民主党と野党共和党がそれぞれ46議席を確保する見通しとなっています。アメリカの中間選挙は4年に一度の大統領選挙の中間の年に行われる連邦議会などの選挙で、今年は上院の100議席のうち35議席と下院の435議席のすべてが改選され、各地で開票が進んでいます。はい、これあの山下先生、この、まあ、日本の安全保障ということはですね、アメリカの政権の在り方にものすごく左右されるわけなんですよね。この中間選挙どういうふうにご覧になってますか。そうですね、あのバイデン、まあ、あの日米関係っていうのはあの民主党だろうが共和党だろうが大きくブレはないと思うんですよね。で大きく変わるとすればウクライナに対する支援を共和党の方がもう少し減らして国内対策使えって言ってるので、そこで影響出るかもしれないですね。で最大やっぱり政権が不安定になるっていうところですよね。バイデンさんが思い切った政策を取ろうとしているときに議会対策が、まあ、ねじれですよね、になったときに思い切った手が打てないとか足かせになって、それが大きく影響するとやっぱり嫌だなっていうふうに思いますよね。まあ、あの今のこの、まあ、アメリカ国内の大変な混乱、このインフレとですね、治安の悪化の他、これはもうバイデンになってから一気に進んでるわけなんですよね。まあ、バイデンの政策が悪かったのか、トランプがいてもそうなったのかわからないですけどね。まあ、でも少なくとも例えばエネルギー価格ですとか、あのそういったものはずっとトランプ政権の時は安定していて、経済は好調だったわけですし、また移民の流入ということは止めていて、治安の悪化ということもなかったわけなんですよね。まあ、それはまあウクライナ戦争が発生してエネルギー価格が高騰したってもあるかもしれないですね。いやその前にグリーン政策やったからですよ。グリーン政策をやっちゃったからですね。はいはいはい、そうです。その、まあ、根底にあるのがそのグリーンニューディールという、はいはい、もう二酸化炭素、減災説みたいな、うん。何よりも二酸化炭素は悪い。あ、息吐いた悪いみたいな。怖、うん。そういうことですね。息吐いちゃダメなんです。息吐いちゃいけないんですよ。うん、そうです。まあ、息を吐くように嘘をつく人はいますけども、あの二酸化炭素吐いちゃいけないんです。だから牛さん悪いと。あ、そうですね。うん、
ゲップしすぎだろう。ゲップしすぎだろうと。うん、だから牛さんももう食べるのをやめましょうと。その代わり虫さん食べましょうと。まあ、でも牛が出すやつは科学的には裏付けがないらしいですよ。あれはないって言ってます、まあ、でもビル・ゲイツさん大真面目に言ってますけどね。ただ科学的な裏付けはないって、うん、でも強引になんか虫が出てきてしまうというですね。いやでも、でも前私が言ったようにその環境破壊を防ぐためには人間がいなくなればいいんです、うん、まあ、そういうこと言うと喜んじゃいけないんですよねいや実際そう思ってるんですから、本当にそう思ってるんですよ。だから、本当に大幅に人口は少ない方がいいと本当に思って、そういう政策をまあやってるってこともあるわけですね。はい、ちょっと今最新情報ですけども、はい、民主党上院で48、共和党47、本当かな。で下院は民主党が173に対して共和党が198、うん、で州知事は、民主党21に対して共和党24と、うん、でもこれ州知事に関しては民主党は逆に 2州増やして共和党は2州減らした。本当かなっていうね、もうなんか最近信じられないですよね。もう一回言ってください。上院は民主党48で、共和党47と、うん、あそしたら、まあ、とりあえずはこれがだからちょっと本当かなっていうね。で、なんか、はい、これね、はい、あ出てますね、はいはい、16時開票状況が、うん、今おっしゃったですね。民主48、共47、これ50-50になったらあれですよ、民主党の方が有利なんですよね。1票入るから、はいはいはい、そうですね、はい、議長の分、はい、議長の分。でも今回は、まあ、あくまで私の意見はやはり、まあ、共和党か民主党かで相当な違いがあるというのは私の意見で、日本に対してもあるし世界に対する影響もあると。例えばじゃあトランプ安倍晋三のコンビでウクライナ戦争が起きたかどうかということも含めてですね、うん、そう、大統領が変わればということですか。だからそのコンビネーションで、だウクライナ戦争が起きたということは世界に大変大きなインパクトを起こしたこと間違いない。だからそもそのウクライナ戦争がトランプ政権で起きたかどうかということもあるわけですよ。まあ、それはイフになってしまうので、今おっしゃってる問題が発生するというのはこの選挙ではなくて、いやこの選挙でもですから、今度民主党の優位が続いたらですね、まさにそのこのグリーンニューディール、牛さん、ね、害悪思想というのが続いてしまうわけですよ、うん。でそれがその結局世界のエネルギー需給の逼迫ということに結局なっていくわけ、全てにつながっていくわけですよね、うん。まあ、というわけで、ちょっとそれでこれ信じられないのは、なんでまだ機械使ってるんですかね、ドミニオン、ね、はい、あれ完全にマニュアルでやるべきであってね、なんであれ使うんだろう、ちょっと信じられないんだけど。だから共和党が強い州で急に壊れましたとか言って、うん、あ壊れちゃったみんな帰ってくださいとか、わけわかんないことも、もうとても先進国とは思えないんですよね、はい。というわけで、まあ、このアメリカの中間選挙の行方というものは、これはもう日本とそして世界の行く末にもう甚大な重大な影響を与えるということで、全世界が注目しているということで、今現在この番組の放送中に結論的なことは言えませんが、慎重に見守っていきたいと思います、はい。それではまた次のセッションでお目にかかります。ありがとうございました。